昭和35年4月5日、天皇皇后両陛下は伊豆の大島でレジャーを楽しまれました。戦後初めて天皇陛下をお迎えする島の人たちは大喜び。22名のあんこさんが大島節を歌ったり踊ったりしてご挨拶。翌6日には三原山や御神火茶屋まで登られましたが、天皇陛下は昭和4年に一度大島においでになったことがあるので、皇后陛下にご親切なガイドぶりを示されていました。さて、このフィルムは昭和4年6月5日、天皇陛下が初めて大島においでになった時のものですが、この時も島中大騒ぎ。道路の修理や模様替えでてんてこ舞いをしたものでした。あんこさんも動員されて頭の力で奉仕していますね。昭和4年といえば、大島はぼつぼつ観光地として知れ始めたばかりでしたが、天皇陛下がおいでになったということで、日本中に伊豆大島の名は広まったんです。さて、天皇陛下はたくさんのお供を連れて三原山登り。その頃は今のように頂上まで自動車でブブーってわけにいかず歩いて行かれたそうですが、まずは天皇陛下青年時代のお元気なお姿ですね。